私、野田絵里香。高校3年生だけど勉強もうまくいかないし、彼氏もできたことないから学校サボってブラブラしちゃってる。本屋さんでも行こうかな。ちょっと恥ずかしくて友達にも相談しづらいし、お悩み解決の本でも探しに行こうっと。私はあなたのすべてを知っています。お前、恋で悩んでるんだろ。見てりゃわかるさ。こう見えても樹齢100、300年だ。なめんじゃねえぞ。いや、気づいたんや。ほら、P58。18。恋人が欲しいんです。打率理論？お前、数学は好きか？数学は苦手です。なら持ってこいだな。この本にはお前の欲する答えが全て書いてある。これを今すぐ書店で買うのだな。なんと今なら税込みで1300円。嘘、税別だった。でも確かに読みやすそう。持ってけよ。じゃあ買ってみようかな。その悩み、僕らなら数学で解決できます。全国の書店でアウモンセール。電眼の1週間前理論か。説明しよう。電眼の1週間前理論とは、いきなり相手へ告白するのではなく、告白する1週間前から、あいつお前のこと好きらしいでと友達を利用して匂わせておくものなんだ。これはベクトルの輪にちなんだ理論なんだよ。なるほど、こうすればいいんだ。いや、ちょっとどうしたの。そんな、なんかさ、俺を呼び出すって珍しくない。今日どうしたの本当に。実は、うん、私スン君のことが好きで。スンのことが好き。そう。いいじゃん、似合ってるように見えるけどね、俺には。そうかなじゃあさ、うん、スン君にさ、なんかどことなく、なんかその私がスン君のこと好きっていうのを伝えてくれたら嬉しいなあ。俺、いつまでもエリカのキューピッドだから。やれるよ、やってくれ、言ってくれ。俺ありがとう。おい、久しぶり。おい、久しぶりっていうか、あの、休み明け、何してたん、休み。永遠に白日聞いてたわ。永遠に。やっぱりそんないほんまにやばい。聞いたわ。マジかよ。あ、そういえばさ、この前さ、うん、隣のクラスのさ、あの野田絵里香ちゃんと喋ったんやけど。いるね。なんかあの子が結構お前のこと気に入ってるらしいで。ちょっと喋ってみたいとかなんか言ってるから。おう言ってたから、なんかちょっと喋ってあげたら。まあ、オッケー、じゃあそうしてみるかも。あ、オッケー。おいっす。どうかした。私は付き合ってください。
でもこの前伝言くんに虎さんが俺のこと好きって聞いて意識しちゃってたんだよな。付き合っちゃおうっと。いいよ、ありがとう。いや、いや。まあ、あの本って本当だったんだ。ん？あの本って何？ん？なんでもないよ。はい、ということで、僕たちの著書その悩み僕らなら数学で解決できますという本が4月の上旬に発売されます。中身はですね、まあ、基本的には先ほどのね茶番演技のように悩みをね面白おかしく数学でね解決するというそういう本になってますのでね、はい、で僕らのね、あのね数学だけじゃなくて僕らの実際のエピソードとかも書いてます。嬉しいです。アナオさんで言いますと、あ、おもろそう、実は僕こんな思いで YouTube を始めたんですよというね、YouTube をなぜ始めたかみたいな経緯まで書かれてる、まあ、黒歴史をここで白歴史にしているという点いや大変評価に値する。今回はね、このね、ジンプド梅田店さんにちょっとこう撮影をご協力いただいてね、今回撮影させていただいてるんですけど、全国の書店でこちらお買い求めできると思いますので、ぜひ皆さん手に取ってこちらの本読んでみてください。読んでみてください。お願いします。